さあセスタ FN といえば昨年のエボを思い出しますね。そうですね、はい、いち早くセスを攻略した男ですからね、フードは、はいはい、だから風間君もやっぱセスを使ったらやっぱ着眼点が独特なの で、ね、はい、そこはやっぱ面白いですね、はいはい、さあ LG カップストリートファイター 4HD グローバルチャンピオンシップ2012日本予選 XBOX360 部門決勝戦、 1P 側カズノコセス対 2P フードフェイロンです。デビを当てていく、おっとバックダッシュの裏にいた、これですね、このコマンド投げ、ハイダッシュうまいですね、強気コマンド投げ、これはでっくり逃げる、よく見えてますね、さっきはセービングして今回はレッグで逃げました。さあ先ほどマーチャーボフェイロンは破れてしまったが、フードはどのような対策を見せるのか。さあ端を追い詰める、裏へまたはコラガード、これは入って、よく見ている、さあこれがかなり減った、そしてやはり飛んできたところへタッチ中間していく、この辺はきちんともうしっかりロジックが出来上がってますね、多分バケツでもう見るのもちゃんと分かってるでしょうね、はい、さあ亀梨ここでなるべくダメージを取りたいところだが、いやしかし三角飛びがあまりにも厄介、さあ歩きますね、そうですね、さらに垂直ジャンプに合わせてくる、よく見てる、これは見逃さない、これはそんなに痛くないですかね、そうですね、そこまでリベンジゲージが溜まっていない、さあ、しましょう、さあ、とレッカー出なかったか、さあ、一で帰る、そしてコンボ決める、これは画面なしで回ったのでだいぶ痛いです、逃げましたね、さあ、ダイパーもらう、いやここで前ダッシュのインクルファイル残り0ドット削りに行って、爪将棋、さあ、カズノコやはり強い、ここまで完璧な立ち回り、まずい試合取っていった、続いて第2試合目、画面端に追い詰めてもやっぱバックチャンスが分かるから逆飛びがあるんで、はい、思いを受けられる感じですね、ですね、さあここで体力リードしたフェイロン、だがしかしこれはもう追っていくしかない、さあ亀梨ここの攻防、逃げていけ、いやここは攻め切った、さあやっぱ序盤のリードが結構大きかったような、大きいですね、そうですね、はい、開幕いきなり勝利支援出しました、はい、やはりどこかで強気の選択肢を通していく必要があるのか、監督自体がじっくり来ながらもどこで強気のボールを通すかという、はい、プレイヤーなので、そこで絶対に受け身というか気持ちで負けちゃうと良くない、はい、さあここも体力リード、さあコインもこれはミスったのか、これはラッキー、さあ画面端、しかし逆に体を入れ替えられてコインも決める、勝利出したんですが許される、いやーレック出したがファインクラウン見えている、おこの読み合い、さあドロドット、いやーすごい選択肢、上り台系先に飛びましたね、セリキャンしてまで、さあ強引に勝利を取っていた、カズノコ今のはでかいか、さあこうなると
今の判断も早いぞ。この方が相当でかいアドバンテージを得られる。さあ出し切った。こちらも強気、また強気、蹴りが当たる。コンボを決めて、さあこれは拾ったか。さあしかしこれはコンボ性があまりにも強いですね。でここで置き攻め重視の怖いです。ファイル決めて DX エック逃げる。支援コマ投げ、ウルコン決めて3発目減りましたね。いやー、うん、出し切っていったー。さあ今のは気合を見せつけた。お互い気合ですねこれ。最後はもう気持ちが入ってます。そうですね。さあこれ普通に解説とか今に叫んじゃいますね。ですね。いやもう見入ってしまいます。凄まじいハイレベルな攻防。さあ星は5分、これで第3試合目。出していく。まあ、ここは大パンチ食らって OK って感じですね。ですね。とりあえずリスクを最も少ない方法で返していくが、これは間に合います。サバル丹田ストリーム、体力がほぼ五分となった状況。さあレック、やはりこれはやはり超安定の選択肢といった感じなんでしょうか。さーっと支援がアンカーに出てしまう。おーマジか、踏むだけ、ずらしていったら暴れた。さあ数の子は取る。だからEXレックが出せれば安定だと思うんですけど、はい、あれ多分置き攻め の, その場所によっては多分反対が出ちゃうんですよ、ね、なるほど。で多分ちょうどその時はスリーバックスしてるんですよ、はい、ちゃんと見てギリギリ前見て判断してる。あ素晴らしいですね、はい。まあ、一概に安定ではないです、はい。さあ支援見えますから、ゆっくりから下段、これで半分出し切っていく。これはパーフェクト勝利。すごい反応、かなり植え付けていきますね意識は。すごいですね、はい、さっきは支援からぶってるコンだったけどもみたいな。さあちょっとこの第3試合目はかなり動きが早い展開。おお太い選択肢、前に歩きましたね今。これは絶対に通さない。あと前に来たが、ペイロンはバックスの性能がいいですね。うまく握れたが、これは入る。完全ストリーム。あとこれ噛み合った、いくせか。すごい当たり方。さあ取りに来たか。あー出す、出した。大パン、最後はもう完全に気持ちでしたね。いやお互い無敵技をパナしていって、当たったのはフード。さあこれで2試合取ってフードがもう思わずガッツポーズが出ました今。さあおっとおっとと、しかし強気、これはもうやはりもう気持ちの勝負になってきましたね。なってきました。なってくると火力性はもちろんフェイドンなんですが、出していく加藤コン、よろしいな、火力的に強気に投げます、動くかもしれない。だがさあこれは攪拌入る、 EX レッカー前捨てした結果ですね、強気の。とりあえず距離を稼いで、距離を稼いでおきなさい、届かした。さあファイナルマッチポイント、しかし折れない、まだ出してる。
暴れてく。これが飛び入る。これはセービーからサンデーストリーム。セービングが単発系とことセビーの2発目の間に刺さるんですよ。ああいう追い方は有効ですね。はい、さあ上は見ている。アグレッシュ当たって、おお、パナしていく。これはガード。上がってこれは取り返す。さあちょっと今ヒヤッとね、ヒヤッとしました。まさかと思いましたが、さすがに間に合わなかったですね。はい、さあ依然としてファイナルマッチポイントは続きます。勝てばフルド韓国撃。おお、マジか、届かない。セミを構えてるのレッカー打ってきました。さらにレッカー、これは二三個かけにいきましたね、無理やり。さあ前に出る、暴れるところはしっかり暴れてます。いやー出していく。そして自分は3発目、コマンの投げは飛んでいる。後ろ投げ、勝利セミ。